ガンバ2011。このコーナーはガンバ大阪の協力でお送りします。さて皆さん、昨日の大宮戦見ましたか？もちろんよしたね。まあ、それは万博でもね、テレビでも本当にね、皆さん熱のこもった応援されると思います。今日はね、番組冒頭からいろいろメールをご紹介させていただいてるんですけども、まずはね、番組冒頭で紹介させていただきましたアリピーさん、ありがとうございますね。昨日も観戦してくださったということと、それからね、北海道からなんと藤谷選手と応援に駆けつけたお友達もいらっしゃったとね。次のマリノス戦上位対決が楽しみですといただいております。いやいや、ほんま次の試合めっちゃ楽しみですよね。そして、ツイッターの山ちゃんもね、カジ選手の髪型今が一番かっこいいっていうのをね、いただいてますし、 J リーグ優勝してほしいね、いただいておりました。さらに、ハセッチさんからもいただいております。メールありがとうございます。こんにちは。ガンバ勝利の翌日の目覚めがいいです。ほんまですね。ね、この目覚めはタイガースファンにも勝ちますね。タイガースのね、ファンの皆さんみんな目覚めがいいとかね、ビールドがいいとか言ってますけどね、ガンバファンも大きな声を上げていきましょう。目覚めがいいね。大宮に完封勝利、首位キープ。来週も横浜に勝ってさらに一本抜け出しますよ。2試合連続スタメンの藤原選手の声が聞きたいです。シュート惜しかったですねと、ハゼチさんからいただいております。ほんまですよ。私も昨日あの藤原君には聞かなと思ってね、もうスイヨン選手、後ほどね、スイヨン選手の後ろを通ったんで、もっとここでスイヨン選手のちょっと質問というところで、藤原君のところに走ったんですけどね、最近大変なんですよ。あのね、取材の時ってね、ガンバ TV さんもやはりますね、ガンバ TV さん もう待たないといけませんと、終わりで待ってるんですけども、最近なんかね、ガンバ大阪の元選手の木場さん、木場くん、皆さんわかります、木場くん、木場くんがなんかね、ガンバの携帯の動画の番組を始めたんですよって。木場くんも待ち構えです。木場くんのインタビューも待たないで、そしたらスイヨン選手から移動しようと思ったら藤原選手に、私たちは待ったこのガンバ TV 捕まりの次携帯動画にも行ってしまうんですよ。ああもう今日は無理かもと思ってね。そうなんですよ、このハゼッチさんと同じように私も聞きたいことがあったんです。シュートが惜しかったっていうのと、後半バッコーンでシュートを打った後、西野監督がめっちゃ頭が痛いんですよ。ああもうみたいな、西野監督がああ言った後思い直して拍手したんですよ。西野監督のあの心の中ってどないやったんやろと思って、ちょっと西野監督がそうなってましたよっていうことを藤原君に聞いてみたかったんですけどね。まあ、藤原君というとこの間のね、何週、今日先週かな、先々週にお送りしました、あの初ゴール決めたらどうしますっていう風質問に対しての、まあね、放送事故が起こりそうな、まあ決めたらどうしましょう、どんななるんやろうでも夢見る少年に戻ってた藤原くんね、あのキャラなかなかいないんですし、もう相当ファンになってしまったんですけど、またこのじっくり聞いてきますのでね、ぜひお楽しみなさってください。それから吹田市民の大吾さんからもメールいただきました。大吾さんありがとうございます。竹島さんこんにちは。昨日は万博に行ってきました。試合後録画で振り返ってみたのですが、チームとして格の違いを見せた良い内容でしたね。失点しないので盛り上がりに欠ける感はありました。まさに首位固めという感じを受けました。万能ラフィーニャ、代表疲れを感じさせないやっととこのコーナー開ける蓋、成長しすぎの竹井、年齢感じさせない明神、攻守に頑張った藤原、最後のところをしっかり締めたディフェンス陣、なぜかコーナー蹴った孫陽のナイスアシスト、ね、横谷アフォンソも出ましたね。ぜひ優勝パレードやりたいです。来週横浜には行けないのでツイッター総合運動場行ってきますと、ね、大吾さんからいただいております。ね、大吾さん先ほどのねデポルトドリームのコーナーも聞いてくださったんですね、ありがとうございます。ちょっとここでもう一度ご紹介させていただきますと、一日サッカー教室は、来週の日曜日9月18日日曜日午前10時から午後4時まで、総合運動場で行われるんですが、対象は小学生以上、定員100名ということで、多数の場合は抽選となっております。で、申し込みは往復はがきでね、申し込んでいただくという予定でございまして、9月9日が必着で申し込みの方も締め切
ってるんですけども、店員によってはまだね、わからない状況だと思いますので、一応ね、広報をご覧いただいて、お問い合わせされてから、ぜひご参加してくださいね。よろしくお願いいたします。いやいや、大悟さんも隅々までよく見てらっしゃいます。ね。昨日はね、やっぱね、なんつうか、多くの記者さんも言ってはったんですけどね、買っちゃうんですよね。みたいな。ちょっと言うの、買っちゃうんですよねって言った強さでございましたね。もうなんて言うんですかね、こう我々のこうね、相手の攻撃を忍び、そして決めるべきところを決めるっていうのに比べて、大宮さんものすごいつないで頑張ったんですけど、最後の決定力がないところがね、差が出てしまったのかなと思いました。まあそんな中ね、昨日の選手の声も弾んでおりましたよ。まずはですね、ラフィーニャ選手にナイスアシストを送りましたキム・スンヨン選手、ね、昨日も見事なダンスを披露してくれましたけども、キム・スンヨン選手のインタビューをお聞きください。大宮見てて後半はちょっと疲れてたんで、空間がいっぱい空いてたなと思ってました。今回の努力を遠藤さんの気温が決する状況でチャンスはしっかりなんです。その空間を狙ったところに遠藤さんの鋭い素晴らしいパスが入ってきたので、ああいう形につながったと思いますけど、ラピーニャがチャレンジを持ってああいうことですか。ラピーニャが切ってると反対ちょっと凍ってた、走ってる時から反対側見てて、走っててラピーニャよく見えてました。セミナーと一緒にしようもんね。何よ、私はこう踊ることはないと思ってたんですけど、武井さんが踊ろう踊ろうってずっと言うんで仕方なくやりました。すごい3人セミオン北部マッチョなんで、どうも一瞬転生だ、あまりにも難易度が低いダンスなんで、シャークしたと、前回僕がダンス踊ったのはみんなが集中して見てくれたと思う。スイヨン選手すごい面白いですね、お茶目ですね。でもこのスイヨン選手のプレーでまたゴールが決まったということで、これまた西野監督の途中起用がハマったのでございますねとね思いました。西野監督来てますね、来てますよ。はい、さあ続いてはですね、イッグノ選手、皆さんやっと捕まえました。イッグノ選手ね、なかなか捕まえない。イッグノ選手もう出てきたところもスッとダーッとダッシュで一番乗りです。はい、ということでイッグノ選手のインタビューもお聞きください。今日素晴らしいゴールでした。あ、嬉しい。運が良かったですね。本当にね、いつも力強いプレーでチームを引っ張ってくださってますけれども、今日の試合に関してどのように取り組んですか。あ、俺ね、トラゾティのゲームらもう増えてかったわぞ。うち他のゲームだと힘들었던것사실인데もう정신적으로꼭이겨야되는게임이었기때문에더열심히끝까지찾아냈습니다。長い移動でクエートから来たのでかなり疲れが溜まってたんですけど、もうそこの部分は精神力で克服して今日は死ぬ気で走りました。本当に優勝に向けてもう試合が見せたかできますけれども、イグノ選手これからどのように戦っていきたいと。僕たちは楽しんだ。もう저는다른팀신경쓰지않고우리가계속이렇게좋은경기계속이기는경기하면은충분히우승할수있을거라고생각하기때문에우리경기를계속이렇게유지하는거에초점을맞춰서하고싶습니다。他のチームの動向を気にせずに、自分たちが結果を出すことだけ集中していれば、いい成績はおのずと出てきますから、他のチームを気にせずに自分たちのプレーだけ集中すればいいと思います。皆さんとのコンビネーションとともに、インド選手からご自身がねすごく自分自身で攻めるって姿勢がすごく激しく出てると思うんですけど、そのあたりは意識されてるんですか。아니우선은맨앞에공격선수로서많이골을넣기위해서많이움직이고또결정하기위해서노력을하고있고근데앞으로좀더보완을많이해야될것같아요오늘도많이선수로좀미스는부분이많아가지고最前線でやってる分シュート、ゴールというのは気にしながらやってますし、一生懸命走ったりとか、精力的に働いています。ただ今日ミスが多かったので、そういう部分は修正点としてこれから直さなければいけないと思います。みんなで。皆さんから質問が来ているんですけども、代表で、ね、戦う遠藤選手とそれから味方での遠藤選手というのは、遠藤選手どのように違うのか。例えばサルには持ってくる遠藤ら、余裕で遠かったんで全く同じです。너무중심적인선수라우리팀에서도중심적인선수고일본대표팀에서도중심적인선수라또필요한선수인것같고한국선수들도많은칭찬을하고있고같이다보면또
같은 팀에서 뛰고 있을 때도 대단한 선수라고 느끼고 상대팀에서 뛸 때도 역시 좋은 선수라고 느끼고 まあ、どちらにいても中心的な選手ですし、まあ、韓国の選手もあの選手は素晴らしいって言ってるし、ただチームの中でやってる時もああうまいなと思いますし、韓国代表でやってる時もやっぱり素晴らしいと思います。대표팀에서는아직좀더경쟁을하고아직좀더열심히해야되는입지이기때문에뭐팀에서열심히하다보면대표팀에서도좋은찬스가있을거라고생각합니다。代表では今競争する立場なので、まあ、一生懸命しないといけないと思いますし、まあ、あのここで結果を出すことが全てつながっていくと思います。 J リーグタイトルに向けてお願いします。 J リーグタイトルに向けてお願いします。俺、우승チャンスんごがこう雰囲気도좋고俺の기백고우승을하고싶고나또한여태까지우승을한적이한번도없는데꼭우승을하고싶어。まあ、あの自分自身がタイトルを取ったことがないので今回は最大のチャンスと思っているので一生懸命やりたいと思います。아오늘생일이라서이제돈이없어서이제프레젠트못하고그런거라도해야돼。마겨수혁이誕生日だったので僕お金がないのでああいうのでしかプレゼントができないのでああいう形にしました。ということでね、あのいつも仲良しのね通訳の方が昨日お誕生日だったということでそのプレゼントですと言ったイグノ選手ね、イグノ選手好きですね。宇佐美くんの最後の試合でもナイスアシストしはりますしね。でもイグノ選手は本当にいろいろ聞いてると熱さもありね、素晴らしい選手ですね。なんかジュビロにやってきてあの日のこと忘れてませんとかね、ACL 優勝するために頑張ったんやって言ってはりましたし、ここはやっぱりこうね、初のタイトル、ご自分にとって初のタイトル取ってもらってね、ちょっといろんな組み合わせでよう分かりませんけども、クラブワールドカップにも出てもらってね、メッシと戦っていただきたいね、韓国代表でも頑張ってくださいね。やっぱりイグノ選手と遠藤選手とね戦うとこみたいですもんね。さあそしてここで、北海道からメールをいただきました。北海道のガンバルンバさん、ありがとうございます。初めてメッセージします。よろしくお願いします。竹島です。吹田のお友達からこちらのラジオを教えていただきました。昨日のガンバの大宮戦を北海道から観戦しました。前半戦から大宮に押されて苦戦と感じましたが、勝利できて本当に良かったです。藤ヶ谷選手のファインセーブに助けられました。首位を守り続けてほしいです。なかなか大阪までは足を運ぶことができませんが、試合見れるときはテレビ観戦してこちらにまたメッセージを送らせていただきたいと思います。ありがとうございます。まるで今日ね、北海道のガンバルンバさんが聞いてくださるのを予知したように、私藤ヶ谷選手にロングインタビューを取ってまいりましたね。まあ、ガンバルンバさんだけでなくですよ、やっぱり皆さん今までのこのね試合で藤ヶ谷選手のスーパーセーブ何回見張りました。もうすごいですよね。もう今日すごい、またすごいすごい、私も思って藤ヶ谷選手いつも探したんですけど、もうどうも噛み合わずですね。ちょっと藤ヶ谷選手になかなかインタビューできなかったんで、昨日はもうちょっとこうラフィーニャ選手と遠藤選手我慢して待ちましたよ、ね、本当にね素晴らしい。皆さんもちょっと称えようじゃないですか藤ヶ谷選手を。ということで藤ヶ谷選手、昨日の試合並びに最近取り組みなんかについてじっくり聞いております。お聞きください。藤ヶ谷選手、今日も表彰などありましたけども、いつもね僕ジンナー選手が MVP に夏しからめきって試合が続いてますけども、今日の試合振り返っていかがですか。まあ前半とか結構動きが重くてなかなかリズム取れなかったんですけど、まあその中でもまあ先制点取れたんで、まあそこが大きかったかなと思います。いろいろ言われながらも無失点の試合がね、このところきちんと続いてます。中段けでも今日無失点でしたが、いかがでしたか。まあ今まで散々取られてきたんで、まあやっぱこれからの試合はね、まあ、無失点で勝っていけば、まあ、得失点もね最終的に絡んでくるかもしれないし、まあ、そういうところでやっぱ、まあ、ゼロに抑えるっていうのは全員目標にしてるんで、まあ、今はそれが続いているんで、まあ、また次の試合もしっかりとゼロに抑えれるようにしたいなと思いますけど。藤川選手から見てその無失点に抑えられるようになった主な要因といいますか、良くなっているところというのはどんなところでしょうか。まあ、やっ
ぱ全員で守る意識っていうのが、まあ、ずっと視点をしてきたんで、まあ、そういうところの、まあ、意識の部分が、まあ、全員が、まあ、前からしっかりとプレッシャーにかけに行ったり、まあ、全員が連動する動きができるようになったっていうところで、まあ、こういう結果につながっていると思いますけど、まあ、まだまだ積み上げていかないと思ってるし、まあ、今はたまたまそういう結果が出ているだけだと思うんで、まあ、あまりこう満足することなくやっていきたいですけど。夏場の厳しい連戦でスーパーセーブの連続でしたね。まあ前でね、あのディフェンスはしっかり体張ってくれるんで、まあ、僕もしっかり仕事しないといけないなと思ってたんで、まあ、いい仕事ができたと思います今日は。あの記者席とかも藤川選手の声がもう聞こえるようになったって感じで、なんかやっぱりそういった声出しとか変えられたりっていうのはあるんですか？まあそういう、まあ、声でみんなが盛り上げることも大事だし、まあ、コーチングして守るのも大事なんで、まあ、そういうところは続けてやっていきたいと思いますけど。リーグ賞に向けてやはり今年が本当に近づいてきたって感じがファンの皆様おっしゃってるんですけど、星川選手の手応えとしてはいかがでしょうか？まあ、まだ試合は残ってるんで、あまり先のことを考えずに、まあ、しっかりと目の前の試合を、まあ、100% の力を出して勝つことだけ考えてるんで、まあ、あまり意識しないで、はい、やってます。積み上げてきたものがすごく成熟しつつあるといった実感とかは後ろから見てございますか？まあ、まだ試合があるんで、まあ、それは最後に結果が出てからそういうのは感じると思うんで、はい、いい結果で出して、はい、まあ、そういう、まあ、有意義なシーズンだったなと思えるようにしたいですけど。そして失点が続いてね、いろいろ皆さんが言われた時、藤川選手はどのように思ってはったんですか？まあ、もちろんいろんなことをやれるんで、まあ、ただその分点も取ってくれてるんで、まあ、順位は上にいたんで、まあ、守ってる側はすごい複雑な気持ちでしたけど、まあ、自分自身のプレーはそんな悪くないと思ってたし、まあ、変に下を向かず、まあ、上しっかりと自分のプレーすることだけを集中して、まあ、ずっとやってきたんで、まあ、少しずつ結果が出てきてるんで、はい、まあ、こういうことが続いていけるように、まあ、日々の練習をしっかりやりたいと思ってますけど。監督やジェルソンコーチからいろんな話とかはこれまでにあったんですか？まあ、やっぱ監督も守備のことは常に言っているし、まあ、なかなか結果が出なかったんで、まあ、勝ってはいますけどゼロっていう結果が出なかったんで、まあ、監督もジェルソンも、まあ、選手もそういうことを感じてたんで、まあ、それが少しずつ良くなってきてると思うし、まあ、そういうのを続けて いければもっと楽な試合展開になると思うんで、まあ、まあ、どんどん続けたいですけど。ご家族が温かい声援を送ってらっしゃいますけれども、スーパーセーブした時っていうのはどうですか？もう原田君が分かってありますか？どうぞかっこいいでしょ。まあ、そこまでは分かってないと思うんで、はい、まあ、おとなしく試合見てるかどうか分かんないですけど。結構大変そうです。まあ、毎試合ね、ホームの時は連れてきてくれるんで、まあ、いいプレーができるように、はい、頑張りたいと思ってますけどね。チャンピオンの姿見せたいですね。そうですね、まあ、優勝の瞬間ね、まあ、まあ、そういうのを、まあ、自分自身も味わいたいし、まあ、家族全員で、ね、喜べることができたらいいなと思ってます。藤川選手、ね、ロングインタビューいかがでしたでしょうか？いや、本当にジェルソンコーチになってから自分が変わったところとかね、それから西野監督からは、お前は代表を目指せるんやからと、ね、もっと行けと、出せというふうに言われたはった藤川選手。で、本当にね、大きな声が昨日もね、記者席まで聞こえてきて、ああ、藤川選手、充実してはるんやなと感じました。ね、北海道から。ね、頑張るうまさも応援してはるんで、ぜひ藤川選手より一層頑張っていただきたいと思います、ね、ハルト君もいつも元気いっぱい見てはります。私もスカパーの中継の時になんかちょっとビッグマッチの時に選手の横顔を一人一人コメントを出すやつがたびたびあったんですけど、必ずハルト君ネタで言ってました。で、それを聞いた奥様がなんか、あ、いつも言ってくださって聞いてましたって
言ってはりました。藤ヶ谷選手の記念試合の時、奥様がね、ハルト君に手作りの藤ヶ谷選手ユニフォーム着せてはって、これがまたキラキラのスパンコールとかして可愛いんですよね。でほんまにね、ハルト君が踊ってかっこいいっていうまでね、どんどん頑張っていっていただきたいと思います。さあ、それでは続いて梶選手のインタビューをお伝えしましょう。どうぞ。その守備で今まで点取られてた、まあ、どうしてもこう前線からこう高いプレスをかけながらやっていくのはやっぱりなかなか続かない面もあるし、それをかいくぐられて逆に裏を取られてしまうと、まだセカンドボールでこうね拾われて、そこからですねピンチになるっていう場面もあるし、なかなかそれが噛み合わなかったというか、今まではハマり始めたという。そうですね、ハマり始めた。うん、そう。ないですね。でこっち作って多分右左に多分持っていくっていうのは結構多かったんで、まあその宇治原なりね、特殊やっぱり活かして出ていくっていうのを、まあそれをバランス見ながら、で後半ちょっとチャンスがあれば出ていこうかなと思ってました。で今までたまたまこう、たまたまじゃないですけど、まあ取られてしまったっていうのが、まあここ最近3試合ゼロで抑えられてるっていう。まあ、一人一人がこう今まで以上にまあディフェンスの意識は強くなったと、その球際であったり、そういうカウンター内危ないところの察知能力的なものがみんなこう高まってるんで、まあ抑えられてる、未然に抑えられてるのかなと思います。その厳しい夏の連戦を乗り越えられてのこの再開を気をつけていきたいなと思っているところとか、こうやって戦っていかないとと思っている点はありますか？そうですね、連戦の方がまあやりやすいというか、まあ、こうやってきっちり1週間こうあって準備期間がこうある中でこうきっちり結果を出していかないといけないし、それなりの高いパフォーマンスを出していかないといけない、まあ、これから本当に重要、試合試合が重要だね。加瀬選手も言ってはりましたように、もう本当にこれからの1試合1試合が重要ですね。石野監督もこれからは総合力なんやって言ってはりました。まあ、加瀬選手ディフェンス面について振り返ってくれはりましたけれども、悪い時って本当にこう一人一人がこう一歩が遅れたりとか間が空いたりっていうことがあるっていうことをよく言わはるんですけれども、今はすごくいい状態でチームがね回ってるんですね。本当にね、いよいよ次の横浜戦楽しみです。やっぱり強い相手をね叩かないとね、上位対決全部これからアウェーばっかりですもんね。全部で横浜もこの間来たから、マリノスも来たし名古屋も来たから、この3つが全部アウェーやからね、これは熱いね応援をしていかなければなりません。その中、紫野さんからファックスをいただきました。ありがとうございます。こんにちは、昨夜は気持ちのいい勝利、最近の守備は安心して見ることができます。相手陣地にボールがあっても問題ない問題ない、当然のごとく今回も無失点で終了。ああ楽しい。昨夜は試合後とあるバーで試合の VTR を見ながら美味しいお酒を飲むことができました。そして夜が遅くても波節さんの言う通り、今朝は気持ちのいい目覚め、ああ楽しいね。次横浜行ってきます。お、いいですね横浜、いい時にまたねえ 1-2 対決じゃないですか。運命的な出会いをしたマリノスサポーターと肩を並べて観戦です。あ、そうなんや。今年は、上位対決だおうねと約束したことが本当になってしまい、お互いびっくりしています。でも負けられません、頑張って応援していきますということです。いや、まあ、先ほどさん、次の横浜戦ほんま楽しみですね。ぜひぜひまたリポートお待ちしていますよ。そしてこちらはかりんさん、ありがとうございます。竹島さんこんにちは。昨日は久しぶりのガンバでもう楽しみすぎました、ね、もちろんまた観戦してきました。首位キープですね。ガンバ見るのが楽しくてしょうがないです。いや今日は気分がいいです。このまま気分よく来週も行っちゃいましょう。そして先週の二川選手特集、じっくりじっくり聞かせていただきました。たくさん答えてくださいましたね。いろんなお話が聞けて嬉しかったです。タイプの女性まで、かっこ笑い。ふ
ートリ選手と本当に相思相愛ですね。彼氏彼女みたいなお互いのコメントかっこ悪い。またぜひぜひ宇田川選手の素顔リポートしてくださいね。来週は久しぶりの関東の試合楽しみですということでね、かりんさんもね宇田川選手のインタビュー楽しんでいただきましたかね。そしていよいよ関東の試合ということで、またね、試合のこといろいろ教えてくださいね。よろしくお願いします。ということで宇田川選手のインタビューを先週は楽しんでいただきましたけども、来週登場するのはこの方です。この方、まずはですね昨日の試合振り返ってもらいましょうか。この方、今日はあの久しぶりのね J リーグの試合でしたけれども、出場ありましたが、今日監督はどんなことを言われたんですか。そうですね、八津さんと相馬変わってトップ下で、まあ守備的に入れって言われたんですけど、試合中は結構もっともっと裏走れって言われたんで、まあ点取りたかったんですけど。お前ね、もうこれいつも今か今かと待ってます、ね。まあ、もっと長いことは出たいですけど、まあ、短い時間でも結果を出したいですね。でもやっぱりあの遠藤選手との交代っていうことは、やっぱりそれだけ信頼も監督がどんどん増してるってことですよね。いやー全然結果出さないとダメです。ですか、ちょっと中断期間がありましたけれども、やっぱりいろんな選手があのチャンスを掴んでいることで、横谷選手も頑張るなと思ってはりましたか。そうですね、まあ、みんな点決めたりアシストして結果出してるのに、僕だけ結果出てないんで。そんなことないですか。自分ではそう思ってるんで、ちょっと危機感を持ちながらやってます。得点なんか結果が欲しいな。そうですね、まあ、そこ一つ超えてトントントンっていきたいです。次からまた試合どんどん続きますし、やっぱり優勝というのがどんどん近づいてきましたけど、どうですか。まあ、一戦一戦勝って優勝したいです。もうその時にピッチに立って決めてください。そうですね、それまでには決めたいです。とりあえずもう今か今かとずっと決めますので、ぜひよろしくお願いします。そう、横谷選手ね、J リーグゴールを少し淡々とやってる横谷選手ね、ぜひ皆さん応援してくださいね。横浜戦ご覧になる皆さん、現地で横谷選手にも熱き声援をよろしくお願いします。さあ、そんな横谷選手とそれからね、当このガンバコーナーレギュラーの木村津選手とね、2人の仲良しインタビューを来週はたっぷりとお届けしてまいります。厚志くんってほんま皆さん優しいんですよ。この間ね、私のガンバ大阪茨城講演会の応援バスツアーに乗せていただいたんですけども、まあそうそうたるメンバーの皆さんに、バスに乗ってる皆さんのためにこうメッセージを取らせてもらったんですよ。でまだ梶選手は梶選手でね、武井に今男としてのレッスンしてるんですよ、ね、あいつは男としてなってないからね、レッスン1から始めてるんですよ、ね、レッスン2までしかないんですけどね、とかいうインタビューとかね、いろいろ取らせてもらったんですけど、厚志くんはもう私がもうちょっとなんかちょうだいなんかちょうだいって何ですか、何も用意してないですよとか言いながら、ロッカールームからいろいろ持ってきてくれですね、サインしてくれですよね。それもなんかこういろいろボケてくれながらね、いろんなもんくれましたね。昨日もそのバスツアーに参加していただいた皆さんとお話したんですけど、厚志くんなんかあのバスツアーの皆さんにおかきまで差し入れしてくれまして、そのおかきが超美味しかったと話題になっておりましたね。そんな厚志くんとね、横谷くんとね、楽しいインタビューを来週はお届けしてまいります。どうぞまたお聞きくださいね。さあ、それから皆さんね、当番組で非常にお世話になっておりますスポーツオーソリティ流阪急山田店さんからお知らせでございます。皆さん、あの貴重なチケットガンバ大阪対浦和レッズ戦ね、10月2日のチケットが当たる、しかもね、スペシャルピッチシートが当たるというね、キャンペーン、今日まででございます。店内サッカー用品2000円以上お買い上げの方にもれなく応募用紙がもらえまして、今日ねも買ってそのまま応募していただきますと、お店でね、15組30名様に、レッズ戦のスペシャルピッチシートが当たるというイベントをやっておりますので、ぜひ皆さんどんどんご応募ください。バックステージツアーもあるそうですよ。それからさらに12日からはプレイヤーズエスコートキッズの応募もできます。これもですね、店内サッカー用品3000以上お買い上げの方に、なんとアントラーズ戦、11月3日のアントラーズ戦で選手と手をつないですよ、ね、手をつないですよ、入場できるというエスコートキッズの権利が当たるという、こういった素晴らしいイベント、スポーツオーソリティ DU 阪急山田店で開催中でございます。ぜひ足を運んでください。
またあの防災グッズですとかね、大阪マラソンに出場される皆様、多数素晴らしい、ね、商品揃えておるということでございますので、ぜひ皆さんスポーツオーソリティ流販機山田店に足を運んでくださいね。さあ、それからですね、今日はですね、ミレイさんからね、いろいろねお知らせもありましたけれども、ガンバ大阪吹田講演会主催で行われますガンバ大阪ファンの集いが2012年2月28日月曜日、吹田市文化会館名シアター大ホールで、午後7時から開催される予定なんですが、ガンバ大阪の監督、それから全選手が参加してのトークショーやゲーム大会を行って、ファンの皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごしたいと思っているというね、いろんなね楽しいことをね皆さん考えてくださっています。そこで FM セミではガンバ大阪のファンの選手にファンの集いでしてもらいたいことを募集しています。例えば選手の私服が見たいのでファッションショーが見たいとか、ね、歌声が聞きたいのでカラオケ大会をしてほしいなど何でも結構です、ね、ぜひ皆さんメールファックスで、どんどんお寄せください。メールはのこりん@千里-fm.jp、 そしてファックスは0668328370、ぜひ皆さんこんなことしてほしいということがございましたら当番組にどんどんお寄せくださいね。お待ちしています。さあ、本当にね、首位をがっちり絡めて、ね、次からの試合、また躍進が期待されます。ね、ぜひ皆さん、あの当番組にですね、この選手にこんなこと聞いてくれっていうことがございましたら、どんどんお寄せくださいね。そうそう、藤原選手に行かないといけませんね。ね、藤原選手、これからもですね、活躍するっていうことは継続することが大事と、ね、西野監督も言うてありました。ね、次の試合でも活躍することを期待しましょう。あの、思いっきり、バカーンバカーンって言うた。ミドルシュートがスガーンと入るといいですね。はい、また皆さんもぜひ選手にこんなこと聞いてくれっていうことは、ぜひこのすすめ頑張り戦術のコーナーデーマでどんどんお寄せください。今日本当に皆さんね、たくさんのお友達をね誘っていただいてね、新しい皆さんからのメールファックスどうもありがとうございました。ぜひね、来週以降皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、たくさんのファックスメールお待ちしています。今日は本当にありがとうございます。この後まだね、いつしまで放送ありますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。すすめガンバ2011、このコーナーはガンバ大阪の協力でお送りしました。